ビーールととしてののストレートレななな味なのかなと思いますねイスタークイランのノンアルコールビールテイスト飲料ですね前回アップラージ飲みましたけどこれはモルトと書いてありますので、まあ、ノーマルなものだと思いますノーマルのテイストこれがイスタークの 本当の味って言っちゃいけないですけど、まあ、ビールとしてのストレートな味なのかなと思いますね。まあ、味としては、この何か芋っぽい味、それはしますね。これは仕方ないんですかねこの、なんか芋のような味。必ずビールテイスト飲料ってこういう味がしますね。でも方向性がフルーティーですね。 これが他のビールテイスト飲料にはないところですね。ビールの代替品というよりかは、こういう飲料として楽しむ。イスタークはそういうことができると思いますね。アルコールを飲めない時の、この代替、ジュースではなんか、雰囲気が味わえない。でももちろんビールはダメ。そういう時、イスタークいいんじゃないかなと思いますね。私は前回飲んだ、フルーツのフレーバーが入ってるものもいいと思いますけど、 元々このイスターク、ノーマルでも、ほんとフルーティーな感じがしますので、この従来のビールテイスト飲料とは違う方向なのかなと思います。イスタークの本当の味、それを知りたい方は、これを飲むのがいいと思いますけど、私は何かフルーツ、フルーツフレーバーが入ってるイスタークの方がいいような感じがしますね。ただこれは個人が判断することです。 フルーツフレーバー入りのものを飲んで、このモルトのノーマンのものを飲んで、どちらがいいか感じてみてください。国産のビアテイスト飲料。それとは違う。これは確かです。これはおすすめですね。